ゆっきゅんとやってこれなんです。なんか元気があったからなんでやねんと思って。元気です。元気ねって元気ですって言わなくないですか。絶対から元気じゃんその人。から元気だよ。無理しから元気だよ。あ、無理しなくていい。無理 NG ですかこの番組。無理しなくていい番組だよ。よかったよかった、うん、あの気づいたんですけど、うん、今朝実は5時に寝たんですよ。ちょっと気づいた5時になってて、うん、眠れなくて。最近だね5時って。そうそう最近なのよ。まださっきなんですけど、うん、だけどなんか朝起きた方が得みたいな価値観ってそのはびこってるじゃないですか、うん、朝起きといた方がいいみたいな、うん、で朝って午前じゃないですか、うん、で5時に起きて11時に起きたとして6時間寝れるんですよ。え、普通に睡眠じゃんそれ。え、そうなの。なんか朝5時に寝たってえみたいな。朝まで起きてたじゃんってなるじゃん、うん、まあ、結構あるがっつりじゃん6時間。そう6時間ってがっつりじゃん。寝不足でも何でもない、何でもないの。朝5時に寝ても大丈夫だよっていうのを気づいたんですよ。え、じゃあ全然起きてた方がいいじゃん。全然起きてた方がさ得だよ。え、遅寝は得じゃん。遅寝は得だよ。だって午前中に起きれるんだもん。だって9時に起きてもさ11時まで何もしないでしょ。しないよ。だから確かに9時からの11時何もしないの。そうそうそう。で11時だとあーもう11時かってなるから始めるのも早いんで。え、じゃあさ夜寝てさ午後に起きる日何なの。あれ何なの。あれ何なの。あれあるよたまに。あれあるよ。あれあるよね。あれ何なの。いやもうなんかわーい今日は早く寝ちゃおう、早く寝ちゃおうとか1時とかになる。そうそうそう。あれ何なの。何なの。寝なきゃよかった。 で起きてさ、うん、1時かって言ってまんばたきとかしたらさ2時半になってるじゃん。なるなる。何なの。あれは本当に何なの。損じゃん。うん、だから夜寝るのは損だよ。夜寝るのは損なんだ。朝まで起きてた方がいいよ。確かに。だから午前中起きてますけど6時間ね、6、7時間寝れたら十分だからねってなりましたね。あと私なんか最近ね、うん、午後に起きる時あるじゃないですか、うん、てかなんならこう夕方とかに、うん、3時とかになってたみたいな、うん、時にで5時とかになってそのままあもう夕方で、あ今日は何もやってねみたいな、人々が退勤を感じる時間に、あ、何もやってねとかって思うんだけど、でも3時に起きて5時からなんかやるのって、それ7時に起きて9時からなんかやるのと同じじゃないですか。うん。だから全然いいわって思うようにしてます。全然いいね。そう考えると。もう本当に自分の頭の中の納得だけが大事だから、5時は9時じゃないの分かってるんだけど、うん、だけど、え、でも起きて2時間ってことは、朝起きてたらまだ朝じゃんって言って、なんかこう気がかりな。後ろめたさを取り除いて何かに向かうようにして。でもそれいいね。全部それで考えればいいじゃん。全部それで考えればいいですよ。え終わり短いよ。最終もうちょなんか気づいた。最近なんか気づいた。雑だよ。最近なんか気づいた。最近あのね、あの人に頭に来た時に黙るっていうのを覚えた最近。え、今までは何。今まではぶん殴ってた。言葉の暴力でぶん殴ってたけど、あの喧嘩をやめようと思って今年は。ああ。そう、今年今9月だけど。9月だけど。今年の目標立てるの何月でもいいから。いつでもいいよそんなの。そんなのいつでもいい。人は自由だから。自由だからね。そうそうそう。あ、喧嘩やめようと思って。喧嘩やめようと思ってそう。喧嘩しちゃうのすぐ。しちゃってたの。すぐね。うん、良かれと思ってね。良かれと思っていい意味で。いい意味で喧嘩しててきたんだけど、うん、そう、でもやめようと思って。え、でも喧嘩ってなんかもうこっちが切れるってことですか。相手が切れてる場合ね。相手が切れてる場合もう買っちゃうんだ、うん、その喧嘩を。あ、絶対買うね 100%。 私買ったことないわ。それが愛だからね。私それが冷たさだから。冷たさかは分からない。いや冷たさってそれ冷たさでいっちゃうんで愛でいけないんでそこに。あ、なんか人が切れてたらって感じになってます。それなん、どういう感情なの。え、なんか、あの、怒れないですよね。ムカついてはいるの、その時。ムカついていても、喧嘩になるのがめんどくさすぎて、スーンってなる。スーンってなるし、あ、でもなんか、あんま怒られる、怒ってるなってこともないけど、自分の気持ちを伝えるときに、うん、怒りをそこに乗せる必要があんまないんで。偉い、大人それだよ、それ。めんどくさくない。
臭いことって楽しいよね。あ、かっこいい。え、だから私も喧嘩知らないから仲直り知らないんですよね。あー、仲直りっていいもんだぜ、うん、あ、いいもんなんだ、うん、やっぱ喧嘩。なんだろうね、なんかレジ打ちのバイトずっとしてたんだけど、うん、レジに切れてくる人いるじゃん、はい、最初から、はいはいはい、え、喧嘩すんの？クソ店員がよ、みたいな、うんうん、そしたらもうこっちもおーおーってなるよね。おー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 、これ欲しいんか、100円だけど買うかみたいな、なんかこうね、なるよね。それ仲直りになるよね。なんかあの、そのレジでバイトした時に、私はなんかレジ打ちって思わないで、なんかたこ焼き屋って思ってたから自分のこと。わかんない。なんかたこ焼き屋だったら、なんか別に敬語とかあんま使わなくても、おい、ありがとね、あ、確かに、あ、おじいちゃんありがとね、みたいな感じで言えるじゃん。それありとしてたから人によってはそれありとしてたから。あ、なるほど、ね、向こうが切れてたらこっちも切れるし、うんうんうん、こっちだったらたこ焼き屋だから、そう、うん、そうなのよ。そういう気持ちでやってた。たこ焼きの気持ちでレジ打ちやって喧嘩とかしてたんだ。だから熱くなる時もある。でもこれからは喧嘩、喧嘩もやめようって。で、黙る、黙るそれって態度です、分かるよってやつじゃなくて、じゃない、それ別に怒ってますっていう黙りじゃなくて、もうなんかやめとこうってなる。大人になったの。大人になったね。そう、豆乳もこぼさなくなってきたよ。私も豆乳パックから飲まなくなりました。やったー、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。